小さい頃おばあちゃんがよく言っていた。栃木にはね、昔の日本のいいところがいっぱい残ってるんだよ。栃木に残る日本を見てみたくなった。世界遺産日光東照宮。昔ここにはある履物を履かないと入れなかったといいます。それが御免下駄という履物を履かないと境内には入れなかったんです。御免下駄？日光には東照宮や二荒山神社など格式のある社寺がありますが、こうしたところへの参入にあたっては草履に履き替えなければならないという決まりがありました。ところが雪や坂が多い日光ではそれが難しい。そうした中、江戸時代の頃に考案されたのが草履に下駄をくっつけた御免下駄だったのです。こちらがその御免下駄。御免とは特別に許可された天下御免の意味だったんですね。もともと雪の坂道を歩きやすくするために作られた御免下駄。これが広く人々に愛用されるに従い改良され、日光下駄と呼ばれるようになりました。今も人々に愛される日光下駄。その理由は何といっても履き心地。素足でも足袋でも足裏のあたりが柔らかで滑りにくいのが特徴。さらに夏は涼しく冬は暖かいといいます。30年にわたり日光下駄を作り続ける数少ない職人、山本正史さんです。日光下駄の場合は木の部分と草履の部分があるんですけども、やっぱり草履から来てますから、草履が一番肝心なところですね。履き心地のポイントは草履に使われる竹の皮。これはですね、マダケのタケノコの皮なんですけど、これは白竹とかカシオダケって、この星の点々が少ないですね。白く美しい皮が特徴の白竹と呼ばれる上質な竹の皮をいぶして使います。硫黄で丸一日いぶすことで丈夫で柔らかくなり、履き心地が良くなるんだそう。ここが肝心でね、ここが決まらないと先々行ってね、思ったような通りにならないですね。竹の表面が表側になるよう編み込んでいきます。もともとは会社勤めをしていた山本さん。39歳の時、
日光下駄の後継者を募集する記事に触れ、一念発起。この世界に飛び込んだんだそう。やる人がいない、でもいくらか使わなくちゃなる、ね、と思ったから、最初は誰がやるんだら私がやってみようというところからですかね。こうしていきます。で、かかとをまた編んでいくんですね。一番最後の返し引っ張っていうやつですね。いつ作っても同じようにできるんだったら張り合いがなくてやめちゃうかもしれない。全部違うのに挑戦するところがいいのかもしれないですよね。苗木を草履に固定するのは栃木県特産のヤシウアサ。さらに苗木の材料となる桐や杉、草履表に使われるマダケなど、かつてはすべて地元のものが使われていました。森林資源に恵まれた土地だからこそこんな下駄が生まれたんですね。やればやるほど難しくなってくる。もうこれはもう一生勉強ですよね。自分はいいものを後々まで受け継いだものをより良くして次の世代に渡すということをやっていくだけですよね。今も日光で行われる大事な祭りでは、参加者の足元に必ず日光下駄が。それだけではありません。伝統は未来にもつながっています。こちらの温泉旅館では、なんとタップダンスをするダンサーの足元に日光下駄が。私たちが行うご当地楽では栃木県の知られざる魅力をご紹介するために、日光下駄の歴史や特徴をご紹介をし、タップダンスを交えながら分かりやすく発信をしています。栃木県日光、日光下駄、伝統の技が現在の粋として人々の中にしっかり溶け込む風景、今に息づく古き良き日本の姿を栃木で見つけました。